久保さんおはようございます。お、時間が、時間が出てる。ライブが、ライブが出てましたんで、ライブちょっと消しましょうか。はい。はい。<laughs> ということで、えー、っと、今回はですね、気になるとか192話は、正社員 YouTuber、まあ、働くとは、みたいなね、お話ししていこうかなと思うんですけども、正社員 YouTuber、募集、好きや仕事、好きや得意を仕事に、みたいなね、いう感じの模試、 広告があったらどうしますかっていうね。まあそういうところからちょっと始めていこうかなと思うんですけどね。大募集みたいなね。まあこういう求人があればね、いいんでしょうけどね。まあなかなかハローワークこんな求人出てないような気がするんですけどもね。まあないなら自分で作るしかないんですけど、まあ、この YouTube でお金を稼ぎたいですよーと、と、まあ。YouTube やるんなら何のためにやるかっていうともうお金を稼ぎたいためにやると思いますんで、まあ、YouTube でね。 お金を稼ぐということで、えー、じゃあね YouTube で稼ぐってどういうことかともっと一番わかりやすい表現に変えてみるとこの正社員 YouTuber として働くっていう表現に書いてもいいんじゃないでしょうかねまあもちろん、えー、と副業でやるっていう考え方でもいいんですけど、ね、もちろん副業でも正社員と働くっていう同じじゃないのかなと思うんですよね例えばそのアルバイトとか、えー、ダブルワークっていう意味でも例えば他のねもう一つ仕事を を持つっていう考え方をするんであれば別に副業としてね YouTuber をする YouTube で稼ぐっていうのもこの正社員 YouTuber として働くっていうのもまあ同じことなんじゃないかなと思うんですけどじゃあ YouTuberYouTuber YouTuber としてね働くっていうとどういうことかというとまあ単純にこの YouTube に出勤するっていうことが求められますよと他の職業と一緒ですよねアルバイトでも何でも、まあ、出勤が必要ですただしその出勤っていうのは 物理的にどっかの場所に行くっていうわけではなくて YouTube を撮影するっていうところですね物理的な距,距離はないですよね物理的な距離はないですけど YouTube を撮影するっていうのが、まあ、出勤すると同じ言葉になりますね普通会社に行くのはね一生懸命電車に乗ったりとか、まあ、例えばアルバイトでも少し遠かった自転車に乗ったり まあ電車乗って行ったりもするんでしょうけどね。まあそうやってするかもしれないですけど、まあ、物理的な距離がないっていうのが YouTube に出勤するメリットではないんでしょうか。いつでも撮影できますからね。思い立った時に撮影することができる。まあここが一番 YouTuber としてね、正社員 YouTuber としてやるのが一番、こう、抵抗がない。時間的にも労力がかからない。まあここがメリットなんじゃないかなと思うんですけれども。えー、では、 こうなってくると今度は趣味と仕事の境目をどうするかということですよね。まあ、YouTuber として趣味でやってる人もいます。それを仕事にする人もいますと。まあ、要はお金を稼いでるか稼いでないかの違い。まあ、それとそれがごっちゃになってる人もいるんで、なかなかこれも選引が難しいんですけど。 自分もその IT エンジニアをやってるときは、なんか自分で趣味でプログラム作ってるんだか、会,、ね、会社のプロ,グラプログラムをなんかいじってるのかちょっとよくわかんないんで、どっちがどっちかっていうところはあるんですけど、まあ、ともかくそのマイペースでやる人っていうのは、まあ、基本的に趣味 YouTuber ですね。自分の好きなペットとか、まあそれをね、お金に、お金を稼ぎに変えてもいいんですけど、し、あの、職業として変えてもいいんですけど基本的にマイペースでやる人っていうのは趣味 YouTuber じゃないんでしょうか、趣味としてね、やる。 週に1回とかね。じゃあお金を稼ぐ人、正社員 YouTuber ってどういう人っていうことかっていうと、まあ本当にこれかなと。えー、視聴者さんのニーズに合わせる人、合わせることができる人ですね。例えば自分で言うならば、まあ、YouTube の塾を開いてますんで、えー、塾生さんから質問だったり、えー、結果報告来たら、それに都度フィードバックの動画を返すみたいな。まあ絶対にこれそ,うそれをしなければいけないわけではないんですけど、まあ、自分の塾のシステムとしてはそういうふうに、えー 塾生さんから何かしらこう連絡があった時には動画で返すっていうことはしておりますしまあそういう形の塾に塾システムにしてますねで普通にじゃあ YouTube をやる人っていうお金を稼ぎたいっていう人は相手は視聴者さんですよね塾生さんがいるわけじゃないのでそしたらやっぱり視聴者さんのこうニーズに合わせることができる人もっと切り込んでいきますとそのマイペースでやる人と 要はお金を稼げる人稼げない人の違いってどういうことかっていうと、まあ、結局ここの意識があるかなとマイペースな自分を見てくれるほどあなたは人気者でしょうかというね、まあ、ちょっと言い方によっては厳しい表現かもしれないんですけどただマイペースでこういつも見てくれるっていうほどっていうねっていうほどですかねみたいな言うところになってくるんですけどもじゃあ 正社員 YouTuber、正社員 YouTuber としてね、しっかりお金を稼いでいくっていうところで働くならば、これに尽きるんですよね。えー、誰の問題を解決するために自分が存在するのか、誰の問題を解決するためにあなたは存在してるんでしょうかと YouTube に出勤する正社員 YouTuber として働くであれば、何か働くってことはあ誰かの。 誰かの役に立たないと働,働くことにならないわけで。であれば、誰かの問題を解決するために自分が存在するというところになっていくんじゃないでしょうか。じゃあね、誰のっていうのはもう分かりやすいですね。YouTube で言うと、YouTube を見てる人ですね。つまり視聴者さんです。視聴者さんの問題解決をしていく。まあ、これ一点張りですよね。YouTube でお金を稼ぐっていうところの本質で言うならば、視聴者さんの問題を解決することで、えー、お金をいただくと。まあ、広告収入で稼ぐんであれば、そのね、 何かの問題に対する動画を上げてそれを解決する動画を作るそれでね広告,広告がね入ってくるんで、まあ、突破したらですよ条件を収益化の条件を突破したら、まあ、入ってくるというところですね、まあ、これコールセンターのお仕事とすごく似てるんじゃないかなとは思うんですけれども正社員 YouTuber の場合は電話かかってこないんですよ電話、まあ 軸開いてたらお問い合わせとか来ますよ。けど、基本は軸開いてなければ、あの、電話とかかかってこないし、お問い合わせ来ないんですよね。なんで、正社員 YouTuber は電話はかかってこない。ここがメリットなんじゃないでしょうかね。 全く電話とかかかってこない。えー、けれども、けれどもですね、えー、自分で積極的に問題を解決するコンテンツは投稿しなければいけませんと。まあ、それはね、YouTuber として働くんで、YouTuber 何するってもう動画投稿する以外ないですからね。まあ、動画投稿するしかないんで、じゃあど、ど、ど、ん何の動画投稿するんですかっていうと、この積極的に問題を解決するコンテンツを投稿と。まあ、積極的っていうのは、自らちゃんと投稿してくださいねっていうことですね。別になんか座ってたらね、 動画が勝手に投稿されるななんんてことはないんでね自分で作って、まあ、パソコンの前あるいはスマホの前にねいきなりべらべら喋るっていうこともできるそれができる人はべらべら喋ればいいでしょうしもしね話の組み立てができないんであれば事前にちょっとメモとかつく書いてちょっとこうやったら解決できるなってお話をするねメモ帳を作っとけばいいしっていうねある程度構成みたいなのを作ればいいしまあね空で喋れるのが一番ですけどね ただまあ空で喋りれようがその事前に準備しようがあ,あここですよね視聴者さんの悩みを解決していくっていう問題を動画を作っていかなければそれはもっと無用の産物というか、まあ、趣味 YouTuber と同じになりますよね趣味、まあ、誰かが見てくれればいいなみたいなただ正社員 YouTuber として働くならばこの視聴者さんの悩みを解決していく視聴者さんの悩みを解決するコンテンツを作っていくそしてねそれによってお客さんと深いつながりを 持つことによってあもっとこの人からこの人に悩みを聞いてほしいのとかもっとこの人とねつながることによって自分の深い悩みを解決できるんじゃなかろうかとか言ってねよりこう親密になっていってじゃあちょっとね一緒にちょっとやっていきましょうかみたいなね感じになったりしてそこに契約が生まれたりお金を返してねより 深いい関係にななったりするんじゃないでしょうかね、まあ、これっていうのはこの現代の IT スキルを生かした新しい働き方になっていくんじゃないでしょうかね、えー、昔だったらほんとテレオペテレオペレーションあれ喋れないテレオホンオペレーターか、まあ電話を介してね、えー、お客さんにサービスを提供する悩みに対して悩みをアンサーする電話で アンサーするっていうのがテレフォンオペレーターの働き方だったんで,すでしょうけど、この YouTube が出ることによって、新しい悩みの解決方法ですね、新しい電話の悩み解決方法、これによってお金が生まれる、お金を稼ぐことができる、悩みに対してはね、お金を払うことでって悩みを解決できるみたいなね、新しい働き方ができるようになったんじゃないでしょうか。じゃあね、どんな人にせい、どんな人が正社員、YouTuber に向いてるかっていうところにせ、ね、どんな人が向いてるんでしょうか。はい。 YouTube を見る人ではないですよ、YouTube をね。ただ見てる人が正社員、YouTuber に向いてるかというと、ちょっと違いますね。はい。ということは、こういうことですえ。視聴者さんの問題を解決することに幸せを感じれる人ということですね。まあ、要は、まあ、悩みをちゃんと解決できることに対してね、ちょっと面倒くさいって思うと苦しいですよね、<laughs> 正直 <laughs>。 <laughs> まあもちろんね動画を投稿するのが好きですとかね動画を投稿することに喜びを感じますとかね、えー、なんか動画を作るのが好きなんですっていうのはね本当にそれは大事な要素ではあるんですけどもう一つ踏み込んだところで言うと要はお金を稼ぐとお金を稼ぐって何っていうとやっぱりきっとねお金 お客さんのね、視聴者さんの問題を解決してあげないと、やっぱりお金って生まれないので、そうなると、やっぱその問題を解決することにね、少し幸せを感じれたり、喜びを感じれる人ですね、もっとこれを言うんであれば、ここでしょうね、えー、悩みを解決して、ありがとうの一言っていうね、ことに喜びを感じれる人、でもこれって皆さん同じなんじゃないかなと思っていて、会社でね、仕事をしていて、自分のやったことがね、何もこう、誰のための貢献にもなってないと働いてるけどもね、それはきっとなってるとは思うんですけど、それが、 目に見えないといとうかね、えー、よくあるじゃないですか。自分がやった仕事は誰のためになってんだろうみたいな。でも、このこと YouTuber という仕事は、直接個人さん、まあ、視聴者さんとやりとりするわけで、視聴者さんからで言うと、コメントが入ったりね、高評価が入ったり、直接反応がもらえるわけですよ。まあ悪ければね、もしかしたらバーッとがついてしまうかもしれないですけどね、まあそのバーッとがついてしまえばね、また改善していけばいいんでね、えー、そういうところでやればいいんですけど、本当に直接、 視聴者さんとの声がリアルタイムで聞けるっていうのはすごくいいかなといや自分もね朝ライブ久保さんの後にね6時からやってるんですけどやっぱりここは視聴者さんとダイレクトにつながるんでやっぱりここはすごく感じるものがやっぱりありますよねなので本当にこの悩みを解決してこのありがとうのひと言が直接リアルタイムであリアルタイム ではないかもしれない。少しタイムラックはあるかもしれないんですけど、まあ、収録した YouTube であれば動画であれば、でもね、ほぼほぼもうかなり近い感覚と思うんですよ。だから自分がね、作ったものが会社でやもし今働いているものがね、いつね、これはこの資料って本当お客さんにどういうふうに届いてるのかなみたいな、この製品って本当に喜ばれてるのかなみたいなのがね、やっぱ分かんないことが多いんで、 会社員の仕事ってちょっとねなんかつまんないさを感じれるんですけど直接ねやっぱりお客さんとやり取りやれるならとこれはねやっぱり喜びがよですよこれやってよかったなと思いますもんねあこの視聴者さんのね、まあ、このお客さんの悩みを解決できるために自分は頑張ったとその頑張ったがああ報われたなっていうのがダイレクトに感じれるんでやっぱりこれはすごいやりがいがありますよね。 どちらやりがいもありますし生きがいにもなるんじゃないかなと思っていてやっぱ老後どん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 やっぱり年取ってくるとなかなか人との付き合いも少なくなりますからねその時にこうフレッシュなお客さんって言い方はあれなんですけどねそういうお客さんとこうやっぱりいろいろやり取りしていくとすごく自分の心が現れるというかねえ命がこうちょっと若返ったね若返ったら気分にもなるんじゃないでしょうかね、まあ、これはね別に若い人でも一緒ですよそれは。 より、ねえー、年上の方との方のね悩みを解決することによってはあこんな悩みを抱えてるんだっていうねその自分が将来起こるであろう悩みすらもねあこう ちったりできるんで、それもまた一つ大きいことかなと思うんですけども。ということで、こんな人がね、YouTuber に向いてるということで、ちょっとお話しさせていただきましたね。ということで、えー、まあ12月20日、久保さんとね、ズーム対談させていただきます。もう、今日が土日ですかね。土日なんで、もう来週火曜なので、もう期限がもうそろそろ近い日ですね。この気になる男も200話まで着々と進んでいるということで、本当に200話とこの、 ズーム対談がね、非常に近い、リンクするような形もするんでしょうけどね、えっ、ー、と、12月の体験プログラム、選考割っていうのが、このズーム対談の日まで一応受け付けております。もしね、YouTube やりたいな、もう正社員 YouTuber としてね、ちょっと働いてみたいなとあ、まあ自分で働くんですけど、自分で働いたいみたいな、趣味ではない、趣味ではないですよ、趣味ではない、えー、自分で、えー、お金を稼ぐということでね、この正社員 YouTuber としてね、働いて、 行こうと。自分でもう募集してるわけじゃないですけどね、まあ、そうやって自分でお金稼いでいこうっていう方は、ぜ、ま、ひ、あ、よかったらね、えー、自分の方にちょっとお問い合わせしていただけると、少しお安くご提供できるんじゃないかなと。まあ、内容もね、えー、お問い合わせしていただい,いたときによお話ししようかなと思うんですけど、まあ、このね、o o m 対談が火曜日なのでね、 まあぜひ、今、この別に先行割に申し込まなくてもね、ズーム対談見ていただいて、またいろいろお話できる機会があるんじゃないかなと思うのでね、ぜひよかったら、ズーム対談見ていただきたいなと思うところでね、思うところもありますし、あとね、この正社員 YouTuber にね、ご興味がある方はね、ぜひズーム対談。 我こそは2023年はね、正社員 YouTuber として働くんだ。まあ、正社員で廃社働いてるかもしれないですけど、もう一つの正社員ですね。まあ、副業っていう言い方でも全然いいですよ。副業 YouTuber。副業 you ででもいいんですけど、ね、まあ、あえて今回は正社員という言い方をさせていただいたんですけどね。まあ、趣味とは違うね。趣味、趣味でやる YouTuber ではなくて、しっかり正社員と働くっていうね、気持ちをしっかり新たに、えー、視聴者の悩みをね、視聴者さん、お客さんの悩みをね、えー、がっちりと解決するような正社員 YouTuber。まあ、こんな感じでね、働く意欲がある方は、ぜひやったらいいと思いますけどね、本当に充実するんじゃないでしょうかね、生活が。まあ、今までのね、えー、味気ない生活が一変するような気がしますけどね、本当に。 そしたらきっと今働いている仕事にもすごくいい影響が出てね、なんか生き生きしていくような気がしないでもないですけどね。まあ、自分は少なからず毎日、えー、いい刺激を視聴者さん、そしてお客さん、まあ、熟成さんからね、えー、もらって生きている気がいたしますけどもね。はい、ということで、えー、気になる男192はこんな感じで終わっていこうかと思います。今日もありがとうございました。久保さん、そして193はまたよろしくお願いいたします。それではまた。 次回の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。